名刺表の中の日刊、つまり日中転換は自分自身を意味します。名の通変性は日刊から各転換、増刊を見て求めますが、日中転換の通変性は日刊から日刊を見るので常に被験となります。この被験、つまり日中転換の通変性に対して他の通変性がどの位置でどのような状況で存在するかによって銘が動くことになります。銘の中で最も重要な通変は月支減銘です。月支減銘とは月中地支通変のことです。これはその人が何をするにもこのような考え方で行う処世手法を意味し、心の内面とも言えます。次に重要なのは月中転換通変。これはその人の外面で他から見た印象でもあります。相手から見てどんな仕事をどのようなふうにしている人なのかというようなことを知らせる、見られる部分です。通変性の名前の由来は、それぞれの通変性がどの通変性と出会ったかによって意味合いが違う、つまり何と通じることによって、その通変がどのような作用を発揮するというところから来ています。その人の基本的な処世手法、人生の歩み方は、月支減銘がどの月中転換通変と出会っているかで理解できます。月支減銘から月中転換通変で求められる処世術の解説は、中心性四柱推命ハンドブック資料編にすべてあります。もちろん、銘式表システムでも表示されます。次回は通変性について解説をします。